2024年、2月16日、広島瀬戸内新聞ニュース、号外ということになります。まあね、非正規公務員のハラスメントでね、住民サービスは低下しているという状況。これはね、国というか中央政府の皆様はね、ご存知ないということがね、昨日ね、明らかになってしまいました。まあ、なんていうかな。やっぱりその、まあ、国っていうとね、あれですかね、まあ、ね、中央政府という言い方をしますけどね、今ね。非正規公務員ね、まあ、自治体ではね、4割ぐらい、いらっしゃるという状況があります。で、まあ、高いね、専門性がね、お持ちでありながらね、やっぱりその、どんどん使い捨てにされていく。そしてね、会計年度任用職員という形でね、その、なんていうかな、改善がね、図られたと思ったら逆になっちゃったんですよね。結局3年で雇い止めみたいなね、ことにね、まあこれ本当はね、違うんだけど、国はそういうことはね、厳密には言ってないんだけど、実態の方がね、そういうふうに解釈してやってるところが多いと。で、結局公募の数点に、いうことでね、ゼロから公募するって話にする。ね、そうするとね、やっぱりそれに、ね、乗じてね、正規職員の方がね、やっぱり、ね、そのことをね、盾にとってね、やっぱりハラスメントをするっていうね、不心得な、ね、正規職員の人もいると。下手したらね、性的行為に強要したとかね、そういう例もね、出てくるというね、もういっぱいあるわけですよ。ね。まあ、とにかくね、まあ、給料が安いという問題もあるけどもね、もちろんそれも大事。で、一方でね、こういうハラスメント、ね。特にやっぱりね、会計年度任用職員になってから逆にね、また出てきてるっていうところもね、ひどくなってる部分もあるということもね、ちょっと読み取れる。で、まあ、そういう中で対策を、調査やね、対策をね、人事院、総務省、厚生労働省に、ね、提出したわけですけれどもね、ね、ハラスメントの被害によってね、やっぱりね、現場の生産性も下がってくると。で、住民のサービスもね、低下しているということですよね。もうほんとね、まあ、昨日はね、行かれたのはね、非正規公務員ボイセズというね、当事者のね、団体でね、特にね、広島県内でね、婦人相談員をされてた方がね、中心となられているというところです。でも、まあそういうこともあってね、広島瀬戸内新聞でも、ね、積極的に取り上げているというところですけどもね。まあ、机や棚に物を投げつけてね、舌打ちをされたとかね、抱きつかれたとかね。まあそういうね、もうひどい状況をね、まあ、国の方にもね、話をね、されたわけですけどもね。まあ人事院の方はね、昨年の12月からね、今年1月に、ね、国の機関でのね、ハラスメントの、ね、調査を実施し、結果をね、休憩中だというね、話も知ってるし、総務省がね、どんなことができるか検討すると。ね、自治体を統括するね、総務省。ね、検討するっていうふうにしかね、述べてないという話ですよね。だからまだ検討するという段階でね、何をやってんだって話ですよね。どんどんね、住民サービスが低下してると。ね、非正規に対するハラスメントでね。まあそういう状況があるっていうことをね、ちゃんと認識してもらわないとね、これね、市民、県民ね、国民にとっても、ね、非常によろしくないと、いうことです。まあボイセズがね、ネットで実施したね、アンケートでね、68.9% がね、被害を受けた経験があるということで、本当にひどい状況です。ボイセズはね、基本的にはね、やっぱり顔出しとかね、名前出し、地域出し、できないと、いう方の中心のね、ところですからね。まあ、組合でね、バリバリやってる方もいらっしゃるので、ね、それからね、ハムネットさん、こちらね、バリバリやってる方もいらっしゃいますけどね。まあ、このボイセズさんの場合はね、やっぱり、どうしてもね、顔バレしたりするとね、地域バレするとね、こう、ね、雇い止めの危険が出てきますね。ぜひね、やっぱりそういうことですよね。ということでね、皆さん本当にね、国はね、やっぱり真剣に受け止めて対策をね、取っていただきたいと
いうふうに思いますね。まあ、で、それとともに、やっぱ今後でこの会計年度の人間職員のね、今の制度自体がね、やっぱりその、ハラスメントをね、しやすくするとね、被害に遭いやすくなると、ね、非正規側から見ると遭いやすくなる、そういう仕組みであるということもね、返す返すにこれ指摘していきたいと思いますね。まあ私自身もね、2006年以降はね、特にこう、非正規ね、公務労働者の問題について、取り組んでまいりましたんでね、広島瀬戸内チームも取り組んでまいりましたんで、ね、ぜひ継続的にね、この問題、改善に向けてね、頑張っていきたいと思います。まあ、給料とかの面で言うとね、まあ、広島県内でもね、私も官房させていただいている自治領連のあのね、取り組みもあってね、改善っていうのも見られますけどね、引き続きハラスメント、こちらの方もね、俺しっかり、取り組んでいかないか。ということで、お願いをいたしまして、夏場とね、市民、県民のね、皆さんのね、ご協力もお願いいたしまして、後押しもお願いいたしまして、ね、国がね、ちゃんとやると。ね、あ、国がやっぱり統一的にやっぱりね、あの全国底上げしていくというかな、ハラスメント対策しっかりやっていくということです、していかんといかんと思います。それでは、ね、まあ、そうで、地方分権とは言ってもね、ちゃんと制度をね、決めていくのは国の役目ですからね。それでは皆さん、最後までご協力ご清聴ありがとうございました。失礼いたします。